チャオ。皆さんこんにちは、中澤乳業の谷山です。私は普段料理やお菓子のレシピ開発や新商品に携わる仕事をしています。今日は娘と一緒にスーパーで買える材料で本格イタリアンドルチェカッサータを作っていきたいと思います。では次に材料です。まずクリームチーズです。こちらは常温に戻すために乾燥しないように落としラップをして、10分ぐらいですかね、置いといたものです。楽にこう指が入るようでしたら大丈夫です。次に蜂蜜、そしてこちらは小さなお子様の場合は入れなくてもいいんですけれども、一応今日は香り付けに洋酒と中澤の 36% の生クリーム、グラニュー糖、そして僕はナッツとドライフルーツなんですけれども、イタリアではこちらの方がポピュラーです。ですがもしスーパーにない場合、こちらのお子様が大好きな缶詰のフルーツを使ってもいいですし、チョコチップを入れても美味しく作れると思います。もし缶詰を使う場合はザルで水気をよく切って、ペーパータオルなどでよく水気を拭いてください。では作り始めましょう。まず最初にナッツを刻みます。こちらはスーパーで買ったおつまみ用のナッツなんですけれども、これだと少し大きすぎるので包丁で刻んでいきます。このぐらいの大きさですかね、刻んでいきます。フードプロセッサーなどで刻んでも砕いてもいいんですけれども、ナッツは必ずローストされたものを使ってください。そしてドライフルーツなのですけど、例えばこういうレーズンとかはこのまま少し大きいので少し粗めに切ってください。それで全部刻んでいきます。はい、これで全て刻み終わりました。このまま落として入れてもいいんですけど、刻んだ際にちょっと細かな粉状のものが出てますので、こういう粗めのザルかなんかに入れて余計な粉を落とすと仕上がりも綺麗になります。じゃあこれ振るってみようか。粉を振るような感じで振ってもらえれば大丈夫です。次にクリームチーズを柔らかくします。泡立て器で滑らかに、ダマがないように滑らかになるまで混ぜてください。常温に戻してあるので簡単に滑らかになると思います。泡立て器の中に曇りがちなので、それもよく取ってあげてください。はい、で滑らかになりました。ここで蜂蜜と洋酒を入れます。そしてぐるぐる混ぜます。混ぜてみる？うん、うん、これも滑らかになるまで混ぜてください。小さなお子様などは親御さんがこうやって一緒にやってあげると楽にできるかと思います。滑らかになったら出来上がりです。はい、こんな感じでツヤが出るようなチーズになります。次は生クリームを泡立てていきます。生クリームは中澤の 36% をおすすめします。そして生クリームを泡立てる際に必ず氷水を用意してください。氷水を用意しないまま泡立ててしまいますと分離する可能性があったり、あとはきめ細やかなクリームにならないので気をつけてください。さあ、ボウルを氷水に重ねて、じゃあ生クリーム入れてくれる？はい。
はい、全部入れて。じゃあ砂糖入れてください。はい、全部入れちゃっていいよ。はい、全部入れたら電動味噌で泡立てていきます。この状態になるまで拭いていってください。角は立つんですけど、軽くお辞儀がするぐらいですかね。7分立てぐらいになります。8分立てにしっかり泡立ててしまいますと、アイスにした際少しモソモソとした、アイスケーキになってしまうので、ちょっと手前の7分立てお辞儀するぐらいの7分立てがおすすめします。次は生クリームとチーズを合わせていきます。生クリームは3回に分けて入れていきます。まずは1回目、約3分の1程度を入れまして、じゃあ混ぜて、ここはホイッパーでぐるぐると混ぜてください。そしたらここでホイッパーはおしまいです。次にゴムベラで合わせていきます。3分の2ぐらいを入れます。じゃあゴムベラで混ぜていきます。7字を書くように大きく大きく混ぜていきます。うん、上手。よし、じゃあ次にこの刻んだ具を入れていきます。じゃあこれを全部入れてくれる？うん、いいよ。バーッて入れて、さあ、うん、OK、うん、いいよ。はい、入れたらここで混ぜずに残りの生クリームを入れてしまいます。こうすることによって混ぜすぎずに適度な空気感を持ったアイスケーキになります。よく混ぜすぎて困ってしまうっていう方も、このやり方なら上手にできるかと思います。大きく大きくボールを回しながら大きく大きく混ぜていくと綺麗に混ざっていきます。混ざったね。うん、混ざった。うん、はい、これでカッサータの出来上がりです。次は型に入れていきます。型なんですけれども、家にあるこういうタッパーですとか、あとはパウンド型ですとか、あとはシリコの型、それぞれ好きなものに入れてください。今日はこちらの方に入れていきます。うん、ちょっと高いところから落とし入れると空気がうまく逃げて綺麗な形になると思います。綺麗にちょうど入りました。入りましたら少し慣らしていただいて、でもしかしたら中に空気が入ってるかもしれないので、上から3回くらい、2、3回落としていきましょう。ここから、ここからポンと落として、さあはい、で、この上にラップを敷いて冷凍庫に入れます。次はお家でできる簡単なソースを作っていきたいと思います。鍋の中に入っているのはマーマレードジャムと冷凍マンゴーです。これを冷凍マンゴーが柔らかくなるまで火にかけたらソースは完成です。先ほどのマーマレードジャムと冷凍マンゴーを弱火で1分半から2分ぐらい加熱したものになります。冷凍マンゴーから水分が抜けてきて、水を入れなくてもソース状態になります。ここでこのままでも美味しいんですけれども、レモン汁を適量入れていただいても美味しいです。温かいままお皿に盛り付けても、冷たくしても美味しくいただけます。では冷凍庫に入れて固まったものを取り外していきたいと思います。まあ風によってラップとか
ッキングシートとかあると思うんですけど、もしこういう型の場合はよく固まりやすいので、少しぬるま湯のお湯に少しこうやってつけて、ここであんまり熱すぎちゃうと溶けてしまいますので、お風呂ぐらいのぬるま湯で煮てもらいます。ラップごと取って外していきます。ここでスルッと取れなかったら、もう一回ぬるま湯に型をつけてください。うまくいきますとこんな風にスルスルスルッと取れていきます。で、ある程度浮いてきたら外してラップを取ってください。必ずラップを外し忘れないように気をつけてください。こんな風に外せました。お好みの大きさでカットしていきます。端っこはちょっと落としていこうか。これ後でおやつだね。うん、美味しそう。うん、断面も綺麗にできていると思います。好みの大きさでカットしていってください。お皿に盛り付けていきます。次は盛り付けていきましょう。盛り付けはお子さんと一緒に楽しくやっていただければと思います。ソースお母さん盛り付ける？うん、フルーツをお願いします。うん、なんかおさりさんみたいにいいよ。このアイスの上に乗けていい？うん、いいよ。かして。うん。ねかちゃん。いいよ。好きなように盛り付けて。あとこれで。うん。できた？うん。はい。できた。イタリアのドルチェカッサータ完成しました。今日はスーパーで買える材料を使ってカッサータを作りましたが、本来イタリアではリコッタチーズを使います。楽しかった？楽しかった。じゃあ皆さんもお家で作ってみてください。次はイルプルフーモの藤本さんにバトンを渡します。せーの、じゃーん。